partnership. こんにちは、アミーデです。ラーレです。実は最近パートナーシップを結びました。ということで、皆さんパートナーシップ制度について気になるところとかあると思うので、それについて紹介してみたいと思います。なんでかと思うと、まあ、why not みたいな。Why not? First of all, why not? 2年ぐらい付き合って、もうすぐ2年。もうすぐ2年ね。このバズフィードのチャンネルで一緒にからいろいろあって、ね、付き合うことになったね。ね時期的にも、まあ、自分たちが落ち着いて次のステップに進む頃かなって思ったんで、パートナーシップ制度じゃあ先生してみようかっていう話になったんだよね。Also the fact that, you know, I live in Japan by myself. I don't have family here. And just having that knowledge, that knowing that Ami and I can somehow be family just gives me like a little bit of a peace of mind.自分たちは横浜市に住んでるんで、横浜市で、宣誓しました。で、パートナーシップ制度に必要なのが、まず住民票と、自分たちが独身だっていうことの証明と、あとは身分証明書、この3つが必要なんですよね。まずは横浜の市役所に連絡して、予約を取らないといけないんですよね。で、予約取って、そのパートナーシップ宣誓をする日を決めて、で、市役所に行きました。I think I was like kind of nervous because of course like I don't know what to expect. I think I was also nervous if my documents were going to be okay and but also kind of like excited because it's been something that we've been talking about for a long time. 実際に行って見てみて、すごい風が強い日だった。 Oh my god, it was so windy. Oh my god, no, look at this. My hair's crazy. My hair's not cute anymore. Freaking wind ruined it. How's your hair? How's my hair? Your hair's fantastic. Thank you.そう、めっちゃ髪の毛とか可愛くさして、なんか写真も撮るかなって思ってたから。そうそうそう、I thought we were gonna take like a nice photo, so I did my makeup and everything. 普通って結婚するときって、多分区役所とかでも出せるよね。でも、うちらは市役所の人権課に行きました。We're in the human rights... Which one?行ったらもうすごいなんかオフィスみたいな部屋に入れられて、でなんかいろいろ書類のサイン、女の人2人が案内してくれて、こここうです、ここサインしてください、だだだみたいな、でまあうまくいくかなって思ってたら、そこで大変だったんだよね。Yeah. So there was an issue with my paperwork because I'm Brazilian born with a Portuguese passport, raised in the UK. これってどこに独身って書いてますかって言われて、そう、おっとやっぱりかって言って、でもそのポルトガル大使館に言われたことをそのまま説明して、そしたらなんとか大丈夫だったんだよね。大丈夫だった。でもその時超焦ったよね。I know. I was like.まあその書類がいろいろ大変だったから、待ち時間も長くて、合計で 2時間ぐらい待ったかな。I think it was more than that. 2時間半ぐらい。Now been transported, transported, moved, moved. We've now been moved to this open air office space. And low key. I wish I put my Nintendo Switch. It's been 2 hours. It's been 2 hours and 11.そしたら、まあ、なんとか大丈夫ですってなって、でそのパートナーシップ宣誓の時におじさんが出てきて、そう、この紙があるんだけど、パートナーシップ宣誓書受領書、横浜市パートナーシップ宣誓の取り扱いに関する要項に基づき、お二人からパートナーシップの宣誓書を受領しました、なんちゃらかんちゃらかんちゃらっていうのをそのおじさんが読み上げて、はいみたいな。So weird. さっきの紙の他にこういうね、カードみたいなのをもらえて、名前が書いてて、で裏にも
このカードはお二人が人生のパートナーとして相互に協力し合う関係であると宣誓されたことを横浜市として称するものですっていうふうに書いてて、自分たちの住所と生年月日と緊急連絡先とかが裏に書いてます。そう、自分たちが、150組目イエスだったんだよね、ちょうど横浜市で。そう、最近猫を、保護したんですよ。里親になったんです。可愛いですよ。そうで、その時に、なんか結構保護猫の里親になるのに条件がいろいろ厳しくって、その同性カップルってどうなんだろう、難しいのかなって思ってて、でもパートナーシップ宣誓そのしたから割と自信持って、あ、パートナーですって自分たちのことを紹介して、で、ね、それもすごいスムーズに里親になれたかな。Nothing really changed. It just gave that security, like if anything, you know, God forbid, that like is to happen, that I need to go like to the hospital or anything, like I can just present the card or, you know, say like my partner. なんかここまでパートナーシップ制度のなんかいいところとか、なんでこうパートナーシップ制度を利用することになったかとか話したんだけど、まだまだやっぱ結婚とは違うなって思ってて、例えば横浜市から引っ越すってなったら、そのカードを返還しないといけない、でまたパートナーシップがある市とか区だったら申請できるけど、もしその市がなかったらパートナーシップできないし、まあそのカードにも書いてるけど法的な効力はないから、だからやっぱりそこの制度も不十分だなって思うね。 Since I am, you know, a foreignerIn heterosexual relationships, when a foreigner gets married to a Japanese person, they can instantly get onto a spouse visa. And like for us, like, you know, the fact that we can't get married, and then even the partnership doesn't allow those kind of benefits. 例えば、今ラウラは仕事あるから、そのビザをスポンサーしてもらえてるけど、もしなんか怪我したりだとか病気とかしたりとかして、そのビザを更新できなかった場合、自分がビザをスポンサーしてあげられないから、そこはやっぱ不安だよね。札幌の判決で、同性婚ができないのは違憲、っていう判決が出た時はやっぱりすごい大きいことだなと思ったし、I feel like, you know, it just shows that we should keep fighting for like our rights and keep speaking up about things that we are passionate about. I really hope and expect that, you know, Japan will eventually change the law for, you know, LGBT people, so that, you know, we can also live happy and in harmony. まあ個人的に自分たちが描く将来のビジョンはやっぱり家族も欲しいと思うし、ね、子供も欲しいね。何？ Two. とかそうあるから、やっぱりどんどん制度が変わっていくことによってそういう将来を描ける人も増えるし、自分たちもまあ今はちょっと日本では難しいかもしれないけど、そういう未来もここで描けるようになるかもしれないから、同性婚できるようになるといいね。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 